腰頸筋、背中のエクササイズ。ゴムの端を持ち、右足の親指と人差し指の間に挟み、もう一方の端を右手の人差し指と中指の間に挟んで持ちます。足を腰幅に開いて立ち、軽く膝を曲げ、上体をやや前傾させていきます。肩甲骨を背中の中心に引き寄せるように意識しながら、右手を真横に引き上げていきましょう。この時、肩は上がらないように背中も丸めず、まっすぐをキープしていきましょう。数回終えたら、反対側も同様に行っていきます。腕の力は使わず、背中に意識を集中させていきましょう。数回終えたら、元の位置に戻っていきます。